はようございます。本日もですね、ここタイの田舎町ペッチャブンから元気にお届けしております。今回はですね、タイの田舎のね、屋台特集ということで、屋台のですね屋台の、物価的なね、ことを調査していきたいと思います。まずはね、いつも僕が、はい、来ている、カフェです。まあ、自宅すぐそばのね、田園カフェみたいなねところでございます。はい、でね、今日はね、何を頼んだかというと、娘がピザを頼んで、僕は、ステーキですね。はい、嫁さんなんだろう。はい、でね、こんな感じで、でね、価格的にはカオマンガイとか、それからクッティオ、そのあたりはね、40バーツですね。はい、それで、ピザが79バーツで、ステーキが、ステーキムーですね、69バーツという感じでございます。後ほどですね、料理は来ましたらご紹介したいと思います。はい、まあ、それでね、こんな感じの、はい、田園カフェになっております。はい、それでね、先日まではこの目の前の川がね、溢れ出していましたけども、2日ね、今雨降ってないんですけども、やっぱあっという間に水は引きますね。はい、今の状況はね、こんな感じでございます。はい、こちらが、ステーキムーですね。豚のステーキ、スペロだ、スペロ、バーベッチ。はい、こちらがね、豚のステーキになりますね。こちらがね、69バーツです。はい、結構ね、美味しいです。はい、こちらがね、ピザでございまして、こちらのピザがね、79バーツでございます。はい、こちらなかなかね、美味しそうですよ。分厚いね、生地で、はい、結構時間かかってましたね。はい、意外に本格的です。チーズがいっぱい乗ってふっ、ラバラバ。今ね、学校の送り迎えでね、来ておりますけども、学校の前にね、パンケーキ屋さんがありますので、これがね、パンケーキが5バーツで、チョコレートを塗ると、10バーツです。じゃあ、カイディーですね。チョコレートマイアオ。今日のね、朝ごはん&昼ごはんはこちらのね、自宅のそばのお店です。はい、パタナムーコープとかね、ガパオムーサープとかが、美味しいお店でございます。はい、ね、自宅を改造して、あ、マイミーア、ミーアラや。ガパムサブ見ない？あ、じゃあガパムサブかだよ。あ、うん、キンティニー。え？カウンターがね、こんな感じで作って、いい感じですよ。こちらがガパオムースタップで40バーツですね。こちらクッティオで、こちらも40バーツでございます。おはようございます。本日はですね、これから、町のね、バイク屋さんに行ってですね、キャリアをね、これ付けられるかどうかね、ちょっと、聞きに行きたいと思います。はい、それでね、その前にこちらでカオトン屋さんかな、こちらでね、朝ごはんを、食べたいなと思います。はい、やんやんな。
ครบโจ๊กโจ๊กทั้งหมดนาย40บาทค่าแท็กซี่เก้าต้องข้าวต้มเท่าไหร่คะข้าวต้มข้าวต้มรวมละ35 35จะไม่มีไข่ถ้ามีไข่อ่ะมันจะเป็น40อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาไข่อยากไข่ด้วยเอาไข่ด้วยไม่อยากเอาไข่ด้วย40ค่ะข้าวต้มรวม1一緒にちゃんと食べる場所がありますね。はい。カイディマイか？カイディさん。ああ、カイディ。あ、これ美味しそうだ。で、あの40バーツ、卵ね、これ卵入れて40バーツですね。これはまあ。ジョークは卵入って40バーツということだそうです。はい。これは美味しそうだ。でね、おそらくね、この辺りで、うちの、お隣さんのね、方が、この辺でね、夜5時ぐらいからね、確か屋台をやってるはずです。はい。それもね、後々ご紹介をしたいかなと思います。はい、こちらがね、ジョークで、こちらがカオトン。どちらもね、40バーツでございます。はい、美味しそう。じゃあ早速朝食兼昼食です。はいよ。はい、おいしい。もうさっきの君やっぱり、カオトンはあっさりして美味しいです。うん、これはカイディーな意味がわかる。あるわけ。おはようございます。今日のね、朝食はサディカープ。こちらのね、おお、あわいな。あわいな、やにゃ。タバタブ。タバタバ。これも小さいやつだよ、5バーツ。これもハバーズ。ハバーズ。ヤニシッバーズ。ヤニシッバーズ。ヤニか、シッバーズ。ハバーズ。これが5バーツ。ヤニはムーン。ムーカイ、あ、ムーカイ。これがムーじゃない？はい。うん。ヌア。あ、ヌア。でもカノンパンかシッパー。カノンパンがね、これが全部10バーツですね。はい。でちょっと朝朝食でね、買っていきたいと思います。ヤニ。おもちゃもけろ。ムーはもれよ。ข้าวเหนียว2朝ね、もうすごい人だかりなんですよね。で、とにかくね、すごいね、毎朝たくさん売れてね、繁盛しておりますね。はい。
でね、豚のね串焼きみたいのがね塩焼きなんですよね。はい、まあ塩とタレがありますけども、ここのね塩焼きがねめちゃくちゃ美味しくて、ビールにも合いそうな、ね、感じですけども、夜はですね、魚を焼いたり、あとはルークチンかななんかを、やってますね。はい、とても繁盛してるね、お店です、ね。はい、今ね幼稚園の帰りに、魚をですね買って帰ります。まあ、焼き魚ですね。で、まあ、スーパーでね魚買っても結構高いですけども、こちらでですねこの結構大きいやつで120バットでございます。はい、今日はこれを買ってね夕食にしたいと思います。おはようございます。本日はですね、こちらのですね、一皿10バーツのね、おかずが一皿10バーツのお店に来ております。はい、どんな感じのねおかずがあるかちょっと見てみましょう。あ、タンタオタオな、あでね、こんな感じの、はい、あ結構ねそこそこ種類がありますね。はい、でこちらでね、お皿に乗せてもらって食べれば一皿10バーツで、袋でね持って帰ると15バーツだそうです。はい、我が家は、こちらで、食べてね行きたいと思います。はい、うん、美味しそうですね。お皿はまあ小さめですけども、こういうねスープもあるし、いろんなねそこそこ種類のおかずがあるので、いいかもしれないですね。カースはいたわない、カースはいかスイッパー、ご飯、白いご飯も10バーツですね。はい、食べてみたいと思いますけども、まずスープ、ね、うん、うん、普通に美味しい。うん、あ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 、